入れ替え戦ということで、早稲田大学、2部で、練習優勝ということで、1部6位の桃山学院大学とこれから対戦ということで、今、佐藤市の試合前の、チェックということで、グラブに、ことをしているというところです。関西大学なんですけども、2部で優勝して、今日桃山学院大学の勝てば一部昇格が決まるということです。で今回は、9回戦制で行われるわけですけども、互いに国戦、選手が出ないということがありまして、実際2勝2敗からスタートということで、実際今日試合を行われるのはバンタム級でサトシ、ライト級で渡辺選手、ウェルター級で山田選手の3回戦からとなっています。館内の球場で10時40分スタートです。ゴーカイザーズ。両校の監督、主将は握手をしてください。一同、礼退場してください。
お疲れ様でした。関西大学ボクシング部です。関西学生ボクシングの、リーグ戦の入り替え戦ということで、関西大学、2部で優勝して1部の6位の、桃山学院大学と本日対戦しまして、トータル5勝2敗ということで、3年ぶりの1部復帰決めました。おめでとうございます。まず、バンタム級の下佐藤主将からお話聞いていきたいと思います。まあ、どうですか、一発目ということで、いろいろ不戦敗がある中での、関大勢一発目ということだったんですけど、まず今日の試合振り返っていかがでした？そうですね、試合内容的にはあんまり満足はしないんですけど、チームが勝ったことが一番嬉しいですね。でも結局積極的にね、もう前に出ようというようなこうボクシングが見えたんですけど、いかがですか、このあたりは。そうですね、今回はもう積極的に始まる前から攻めて倒しに行こうと思ってたので、その部分は出てたんで良かったのかな。で、第2ラウンドに、ダウンと言いますか、審判が止めてというところ出ましたけど、あの辺はもう積極的に本当にもう一気に畳みかけるぞみたいなところだったんですけど、どうでした？そうですね、やっと止めてくれたかな。なるほど。でちょっとご自身ちょっとこう納得いかないようなこうボクシングだったということもありましたが、どの辺が具体的にこう納得いかないというか。ほんまに攻めようと思いすぎて、ちょっと体に力が入って、自分のスピードでちょっとリズムを自分のペースに持っていくっていうボクシングができなかったかなっていうのは、ちょっと反省点ですね。なるほど。で、最終の第3ラウンドに、2つ、ダウンを取ってということで、もうストップということで勝ち、TKO となりましたけども、どうでした、2つ取ってというところで。良かったですね、でも最初まだ納得いかないというようなところでしたけども、まずこうチームに流れというか、一つ取ってということで、あとの佐藤選手だったりというところも非常に、渡辺選手だったりとか山選手非常に楽になったのかなと思うんですけど、このあたりについてはどうですか？そうですね、いい勝ちでつなげれたので、そこは良かったかなと思います。で、リーグ戦2部のリーグ戦で、京都産業大学と、最終戦戦って勝った方が優勝というような、その時が一番なんかこう盛り上がったというか、いかがですか振り返って。楽しかったですね、4年間で一番楽しい試合でしたね。なるほど。で、3年ぶりの一部復帰ということで、卒業は1年生の時に一部だったのかな。1年生の時一部で、2年で落ちてしまって落ちてしまってと、で3年で、4年でやったわけです。なるほど。優勝して来年から上がる。どうですか、大仕事をやってのけたと、ある意味一部復帰という一つね、それを残して、後輩たちに残してことができた、いかがですか？いや、もういい思い出になりました。要因というかね、その一部にこう復帰できた、あの要因というのはキャプテンでこう冷静に見てどうですか？そうっすね、もうレベルの高い選手に入ってきてくれたのももちろんなんですけど、全員でアドバイスし合って一致団結して練習してきたのが結果に結びついたのかなと思います。なるほど。まず本当に一位復帰、まずおめでとうございます。じゃあお疲れ様でした。です。渡辺選手です。ライト級というところで、まず渡辺翔が勝って、流れを持ってきましたけど、いかがですか自分の今日の試合振り返って。最初硬かったんですけど、2ラウンド目しっかり動けたんで良かったかなと思います。結構相手がこう頭を低くしてというところがあって、結構その辺でバッティングしたりちょっとあったのかなと思うんですけど、この辺りどうでした？痛いですね、これは。朝できちゃったんでちょっとですよね、結構そういうところでちょっと戦いにくさもあったのかなと思うんです。ありました。で実際どうでした、その第2ラウンドに、ノックアウトと言いますか、ダウンを取ってというところありましたけども、あのシーンでもうちょっと畳みかけたかったというところあったと思います。でも落ち着いて今日はやりきりなかったんで、ほうちゃんと落ち着けてたんで、良かったかなと思います。じゃあもう第3ラウンドまでこう今日はしっかり戦った上で勝ちたいみたいな。いや、試合運び的に2ラウンド落ち着きながらでも多分やりきれるかなと思ってたんで、今日は考えてる感じで動けてたなって思います。じゃあこう冷静になれたというか、そうですね、やっぱ最初はちょっとこう硬かったです、最初は。で2ラウンド目で落ち着きながら試合して倒しきれるなっていうのはあったんで、何発かクリーンヒット当てて倒しきろうかなっていうのがあったんで、考えてた通りには動けたかなと思います。なるほど。結構ボディが結構有効的に決まってるのかな。そうですか。最後
1ラウンド目終わってからいきなりあボディ打たなかったか思い始めて、ほうほうほうで打ったら意外と当たるようになったんで、うもう最後どんどんボディ打ちながらまとめました。なるほど。じゃあその辺はこう戦いながらこういろいろボディ打ったり、まあいろいろこうひらめきというか攻撃の、そうですね、はい、それはなんかこうアドバイスみたいなところあったりするんですか、まあ、はい、ラウンド間で、はい、やっぱそうですか。あのお兄ちゃんが近くにいたんで、はい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 、はい、聞くんで兄貴のアドバイスが一番大きかったかなと思います。結構じゃあお兄さんが結構来て結構試合来てこうアドバイスしてくれるケースっていうのは結構あるんですか。そうです、あのよく感覚のボクシング部の主催者の主催者の先生いつも試合見に来てくれる時も一緒か、一緒なんで、あ同じ感じで感覚にお兄さんが一つ上とボクシング部なんで、はい、へえ、どうそうですか。それでいつも見に来てくれて、見に来てくれてっていうか感覚の応援と一緒に僕も応援してくれてるとか、多分オープン戦かなんかあるんで、それで来てくれた時、一緒に応援してくれた時、それで聞いてます。そうなんですか。じゃあ試合終わってから何かちょっとこう話したりっていうのありました。どんな話を。まとめの遅いで怒られました。そうなんですね、はい、なるほど。じゃあお兄さんあっての二三脚のみたいな部分もあったんですね、はいはい、なるほど、わかりました。じゃあどうでしょう、あの、まあ、一部に昇格決めて、はい、また来シーズンから一部というところになると思いますけど、まあ、3年生ということで、はい、どうでしょう、まあ、実践といいますか次に向けてというところでどういうふうに考えてますか。2部から上がってきたって思わせへんぐらい、ずっと一部でおったって思うぐらい強いチームで行きたいと思います。多分初めての一部になりますよね、経験としては。そうですね、僕入学してからは初めてですよ。ですよね、はい、楽しみですね。はい、楽しみです。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。山田選手です。ウェルター級というところで、はい、まあ、最後の締めとなりましたけども、どうですか今日の自由試合を振り返って。今日は、まあ、なんかちょっとそうあんま良くなかったですね。お最後ちょっとキャプテンが最後やったんで盛り上げようとか考えてて、ちょっと辛かった。おなるほど。でまあ、1年生というところなんですけど、はい、どうですかその大学のこうリーグ戦で戦う、まあ、2部で戦ってきて優勝を経験しての一部入れ替え戦も経験できたと、はい、どうですか大学のボクシングというの。いい経験ができたんですけど、2部と1部では全然レベルが違うと思ってるんで、うん、もっと練習を増やして1部でも戦えるような選手になって、うん、なるほど。でまあ、今日の試合に関しては、まあ、一部の桃山学院の選手でしたけども、いかがでした。あんまり2部との違いは感じなかったんですけど、うん、2部の強い選手と、ま、そうですね、あんまり感じなかったんですけど、やっぱ1部のトップに行くと全然持ってるレベルが違うので、うん、そこにちゃんと対応できるように仕上げたいです。なるほど。今日、まあ、試合見ててちょっと、あんまり もっと積極的に行ったかっていうような気持ちはあったんですけど、いかがですか自分でやってて。そうですね、積極的に行けばよかったんですけど、うん、相手があんま出してこなくて、うん、なんか狙われてるのかなとか思って、まあ、カウンターだったりほうほう、フェイントでかけて探っていたんですけど、うん、なんか何も狙ってなさそうだったんで、うん、もうちょい積極的にいけばよかったですね、はい、うん。でこう山本選手 ご自身の得意なボクシングというか、はい、また俺はこれが一番だっていうのはどういうところですか。そうですね、こう攻め当たる距離でのカウンターというか、うん、自分も相手も当たる距離でのカウンターが自分的には打ちやすいというか狙いやすくて、うん、当たる相手が当たる距離にいたときに大体チャンスだと思ってパンチが大きくなるので、うん、そこに合わせるのが自分は得意かなとは思ってます。なるほど。そういった意味じゃ今日ちょっとあんまり本当相手手数が少なかったの で、ね、そういうカウンターもちょっと打ちづらいみたいな。はい、ほうほうほう。なるほど。でまあ1年目にして一部昇格を決めてということで、はい、まあ、来年からまあ一部リーグで戦えるということで、いろいろ見られ方も変わってくる、注目度も変わってきますけど、はい、この辺りはどういうふうにこう感じますか。いや、そうです。2部でも、2部の最後の試合が、桃山の前の試合が、うん、京さん、京さん、京さんの最後の砦で、僕が勝ったら昇格で負けたらっていう状態やって、うん、その時に会った時が歓声もジャブで歓声めっちゃ湧いて楽しくて、一部でもっと面白い試合したいですね、うん、やっぱこう団体戦というのは個人戦に比べてこうやっぱ違います、気持ちが。はい、なんか楽しいです。みんなこう結構みんな楽しいって言いますね、はい、戦っててやっぱ個人戦と全然違 そう応援がなんかみんなで戦ってる感があってなんか楽しいです。なるほど。本当関西大学の頼もしい1年生というか、なかなかこう人数もちょっとなかなかボクシング部少なくてというところで、この 2,3 年苦労しましたけども、やっとこう全部揃ってというところでしたけども、どうでしょう、まあ、1年目まずステップ1ステップ決めましたけども、
次のステップどうでしょう。次のステップは一部でストム杯で行きたいなっていう、うん、おそれはこうチーム個人まず個人として負けないまずの杯で行きたいですね。山選手ウェルター級で戦いますか。一番ベストですねそこは。ウェルター地球今回急にウェルターになって、ちょっと減量がしんどくて6キロぐらい5日間でも一気に落として動きがあんまやったんで、まあでもちゃんとこう1ヶ月間かけて6キロとか落としていくと多分適正になるかなと。なるほど。じゃあ結構今回減量も結構しんどかったみたいな。急にやったんで、はい、ちょっとだけ、まあでも、はい、いけます。ほとんどライトミドルとかその辺ってことですか。もっと大きいライトミドル、もうでもやってみたい気持ちありますね。もうちょい筋量増やして。なるほどなるほど、はい、でも今のところはまあウェルター級でウェルターが今一番ベストかなと、はい、なるほど、わかりました。まず見事本当に一部賞おめでとうございます。ありがとうございました。一部昇格決めました関西大学ボクシング部の皆さんでした。お疲れ様でした。